小車部屋は、日本相撲協会所属で、二所の席一門の相撲部屋。1985年11月場所限りで、引退して、佐渡が学部屋の部屋付き親方となっていた年より、八大小車が、1987年3月23日付で5人の、うちで死を連れて、佐渡が学部屋から、分家独立して小車部屋を創設した。以降、関け竹風や。 関分け、吉風など現在までに10人の関取りを排出している。師匠の現役時の宿命から取った、風という字が付けられた力士が多い。2005年4月には閉鎖されたお塩川部屋から17代、お塩川、11代、白の日を呼び、所属力士6人と、床山一人を受け入れた。二千九年一月三十日には、所属力士である十両、若麒麟が、 大麻所持の容疑で逮捕された。2011年4月には、大相撲やお町問題に関連して重量、星風が、解雇処分を受けた。2014年1月21日には11代、中村が、佐渡が学部屋から移籍して部屋付き親方となった。11代中村は2016年1月29代、旭山へ、名席変更し、同年6月1日に内弟子3人を連れて、 朝日山部屋を独立した。1877年6月場所限りで引退した、玉垣部屋所属の元幕内、勝山が年寄り、小車を襲名して小車部屋を創設した。勝山は、鳥取四股山長新殿の小松家の次男として、天保12年に生まれ、16歳で上京して、玉垣部屋に入門、四股名、勝山義蔵として、明治3年に始幕した十両。 翌年入幕、最高位、前頭5枚目まで進み、明治10年に引退した。明治の横綱、大砲や、大関、新岩を育てた親方として名高く、明治31年の三回期には、三代目、小車文五郎らにより、故郷に、石踏みが混流された。また、三代目小車は、国技館の命名者としても知られる。明治から、 大正初期にかけては大きな部屋だったものの、1916年に三代目の親方が亡くなった後に部屋の後継者をめぐる争いが起き、関分け、三、磯たちの一派が離れた後は部屋は衰退した。その後四代目が1921年に二枚観察で部屋を再興し、幕内、白岩を要して部屋は続いたものの、1940年5月限りで、 部屋は閉鎖された。ありがとうございます。